で実家ってあれでもガーナの方だよね。東京も東京の方が近く俺入ってる。そう、もうどういうの取りすぎやって思う。カステラ取りすぎよ。あんまり行ってんの。こんな感じで今からここでミーティングあります、はい、頑張ります。くわ勢いや、勢いが感じる、勢いが、何それするの、やめてなそれやめてな、なんかケアルームケアルームもあります。ケアルームあってケア G やん。一応長老も映しとこうか。疲れてるな、朝から。え、ケア G 朝から仕事しすぎよ。なんかベルディ初期ベルディ乗せてなんか生きてたって。現金受給者です。うわ初期じゃない、中期。え、初期のやって生きてたって言うの。生きてました。言うの投稿もいろんなスレッズもやってました。やんねえらしい。俺らな年金小池さんのために払ってる。見た。そうっす。4人で1人を支えてるんで。うわ俺ら支えてるな。いやー、いやだ。なんか払ってるんですか。さあ、払っては当たり前や。払ってますよ、たかしか。はい、だから、助けてるよ。この人はね、たぶんたくさん払ってる。やばい、払ってます。払ってるやんな。いや、当たり前やん。一人たくさん払ってるし、たかしか。そうだ、まあ、ええけど。もうええけど。頑張らない、頑張らない。頑張らない。はい。やろや。コンデビューの方、コンデビューの方がスカウティングしてますね、一人一人に。はい、な感じです。ディフェンスコーチの、ディフェンスコーチの高間さん、しっかりスカウティングしてる。謎のフィジカルコーチ、謎のフィジカルコーチ関さん、あの体脂肪に厳しい。誰か体脂肪に厳しい誰か。なんでジェルつけてるの。いいじゃん。なんでジェルつけてる。試合より気合い、選手より気合い入ってる。なんか選手より気合い入ってるやん。入るでしょ。もっとたかしみたいにな、うん、リラックスしてやってほしいわ。リラックスしておこうよ。行こう。してるよしてないよ。してない。見てもリラックスしてほら、うん、うわしびれマジで。やっぱこいつやん。マジでナイスタカシ、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 ガイアやん。山君さ、箱を入れないで全部うっさいな、体を入れる。これやん。これでしょ、ガイアやん。オレンジ、オレンジ。これ山君です。お前やばいやろ、山君の使うなよお前。これマジいいよ。いや、やめやめやめ。え、俺ジェル持ってるか、しゃいよ。いや、ここに入れるやつ持ってこうかなと思う。本当？俺持ってるよ。本当ですか？ガイアやん。ガイアやん。バレてた。ここは。バレてた。三重種も進化したら熱かったっすね。マスケの進化あれやで。効かないこれ全然。いや、大砲の進化やばい。大砲やばい。大砲めっちゃ強い。さすがけど普通に一瞬で死んだっす。あれさ、三重士さ、大砲の進化で結構メタレ、メタレるんじゃない？終わる。それってあれ、文句される？バスです。栃木市のバスです。これで向かいます。ビビってるか？ケニアが見てんねん。集中してるからやめとこう。見てた？呼んでる？クリントが待ってた。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 
いや、優勝しちゃったよ。マジ優勝しちゃった、えぐいって。しかも俺途中から出て足首組んでただけ。何してた？びっくり、自分でも。あ、みんな裸や。着替えてるんで、ちょっとなしで。またバスの中で、すみません。よろしくお願いします。パウロチャンネル。よいしょー、帰ってきました。もう帰ってきて、いっぱい帰ってきて。あれですね、あの JFL の、 あの優勝のメダルですね。ありがとうございます。ねえ、るいちゃん、向こう行ってください。るいちゃんね、向こう行ってくださいね。ということでね、無事終わりました。結構ね、ちょっと盛り上がりすぎて、全然撮れませんでした、動画。で、今回ね、密着で、ナスチャンネルさんの方で、密着していただいたんで、結構、そっちで見ていただいた方が分かりやすいかなと思ってるんで、ぜひ、そっちで見てほしいなと思います。僕は、途中出場だったんですけど、何にもせずに足首ひねっただけで優勝決まったね。うん、最高ですね。うん、でも関係ない、優勝したから。ちょなんか暗いな思った、これか。はいですね。だから皆さんのおかげですね。いつも見ていただいた方ありがとうございます。今日も YouTube 見てるよとか言っていただいた方ありますし、今日もいっぱいプレゼントもらったんで、これ使って、これ使ってって、YouTube でこれ使ってって言ってもらったんですけど、ちょっと多くて、ちょっと紹介しきれないけど、なんか顔のパックとか、あ、蒸気アイマスクもそうですし、他にも、おしるこサンドとかね。夏おし、え？しるこサンド？しるこサンドでしたね。おしるこサンドじゃなかった。しるこサンドでした。夏いね、あれ。久しぶりに食べますわ。後でじっくり食べようと思ってます。いろいろもね。いろいろあると思うんで。開けていきたいと思います。またね、はい、紹介ちょっとしきれないけど、皆さんありがとうございます。いやー、2年あっという間でしたね。でも1日1日は結構濃いくて、結構これもちょっとやばいんじゃないかと思う日もありましたけどね。みんなでそれ乗り越えていけたと思います。皆さんもいつもね、頑張れ頑張れって言ってくださったんで、結構でかかったですね。ありがとうございます。今日は9500人。でもほぼ1万、お客さん来ていただいて、ちょっと予想を超えちゃった。びっくりした。だから僕たちは栃木県に、また、新たな、プロチームができて、あとは、栃木市から、また有名な、っていうかね、日本代表になるような選手を、輩出したい。そういう気持ちで栃木シティみんな使っていただいたら、はい、いいと思います。栃木シティ勢いあるんで、皆さん子供たち悩んでる方もぜひ栃木シティ一回チェックしてみたらどう？うん、最高やと思うよ。環境も結構揃ってて、適度に田舎、適度に田舎で、遊びに走りにくいっていうのもありますね、これはね。うん、で、まあすぐ東京も行けるし、ちょっと遊びたいなと思ったら東京も行けるし、ちょうどいい場所じゃないですか、子供たちにとってね。だから結構いいと思うんで、ぜひチェックしてほしいなと思います、栃木シティを。ということで、ナスチャンネルにほぼ載ってるから、そっちで見て。ありがとうございます、皆さんいつも応援ありがとうございます。やっぱ栃木シティと、まあ、栃木シティはもちろんめちゃめちゃ恵まれてるチームで、まあ、社長はじめ、監督コーチで、いろんな人がやっぱり J リーグに行きたいっていう、結構早めの段階から言ってたんですよね。 JFL にいるチームが J リーグ行きたいっていうのは分かるんですけど、僕ら地域リーグ、関東リーグにいる時から J リーグに行きたいって言ってる人が結構多くて、でそういう環境にあったから、昇格できた、 J リーグに昇格できたと思ってます。あとは選手ですね。選手の意識が高い、このチーム恵まれてる。でちゃんと監督の言われたことをしっかりやる選手が多くて、なんかね、やっぱり他のチームでうまくいかなかった選手とかもこのチームに来ることが多いんですけど、そういう選手がね、もうますますレベルアップする姿を僕は目の前で見てたんで、その選手たちのこれからの逆襲っていうのも楽しみにしてます。チャンネル
はい、ということで次の日です、皆さん応援ありがとうございます。あ、チャンピオンの T シャツとこれ売ってますからぜひ買ってみてください。皆さんもね、ずっと着てますこれ、はい、あと2年連続ね、あ、昇格したんで、あのずっとつけてますメダル、あの皆さんのおかげです、ありがとうございます。ということで、無事、昇格できたんですけど、思い返してみれば2年前なんか変な動画僕らしてましたね。どっか載ってるかな、ここら辺に載ってますか、うん、変な動画出しましたけど何言ってんねんと思った方もいたりして、でそれでもやっぱりいやめちゃめちゃ応援してるって言っていただいたこともありましたし、いろんな意見がありました。でもやり続けてよかったなと感じました。サッカー上手くいってない方とか、まあ、サッカーだけじゃなくて他もそうですけど、上手くいかないことあると思います。でもまあちょっと僕見てみたらわかると思うんですけど、逆境ばっかりで、いつもうまくいかないんですけど、こうやって J リーグ昇格できたりとか、ちょっと2年前の動画見たら結構わかると思うんで、ぜひ理解してみてください。はい、なんかいろいろ変なことあってもそれに負けず周りに流されず、それをね、自分を信じてやり続けたら、いつかそれをちゃんと評価してくれる人は出てきますし、自分を信じてやり続けてほしいなと思います。そしたらね、俺みたいに J リーグまた昇格できるから、栃木市でも最高な環境で、選手もねすごい、レベルの高くて、しっかり自分に、ベクトルを向けた選手が多いんで、まあ、そのおかげで僕だけじゃなくてみんなのおかげで昇格できたんですけど、はい、自分を信じてやり続けてほしいなと思います。あとあとこれですね、あのピーのこれパーカーですね、今出てんのは。もうシャツは結構売り切れちゃって、でパウロシートとかでも収益使ってパウロシートで、ここに子供席作ってやってたり、今回も関西スタジアムで、招待して、30名だけになっちゃったんですけど、招待して、パウロシートっていうのもやりました。今ちょっと動画流れてるかな、ご覧ください。よろしくね、よいしょ、よいしょ、よろしく、よろしく、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうね、よろしくね、よろしく、よろしく、よろしく、頑張ろう、頑張ろう、頑張れ、頑張れ、またね。はい、こんな感じですね。流れた、うん、パウロシートっていうのはまあちょっとね、もうちょっと規模を大きくしたいんですけど、まあちょっと探り探りやってるもんで、すいません、ちょくちょくやっていきます。僕もヴィッセル神戸、地元が、兵庫県なんで、ヴィッセル神戸のピッチ入って、あ、プロってこんな感じなんやとかすごく感じるもんがあって、プロに憧れたんで、まあ、そういう子供たちが栃木県でいっぱい、出てきたらなと思って、そういう活動もしてます。まあ、栃木市ではそういう活動もしながら、子供たちの憧れるプロチームを作れたということで、これからもどんどん栃木市は上がっていくはずなので、皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。ということで、またこれあるんでぜひ皆さんも買ってみてください。はい、これ着て帰ります。はい、はい、帰ります。皆さんいつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあ帰ります。またの動画で、バイ。こういうのどうしたらいいですかっていうのあったら、武藤選手、ヴィッセルの武藤選手のルーティン見て、こっちじゃないこっちじゃない僕じゃない、そういうの見たらもう僕じゃない武藤選手のルーティン。